誰の命令だ？世良会長だ。登場会の三代目だよ。なんだと？何が堂島の竜だ。あの野郎絶対に生かしておけねえ。俺はまだ信じられないっすよ。あの桐生のおじきが親殺しをするなんて。何かの間違いなんじゃないですか。現行犯で逮捕されてんだ。間違いも何もねえだろうが。ったく、これから組立ち上げさせて堂島組に貢献してもらおうって時に何勘違いしたか知らねえが、組引っかき回しやがって。組の方は風間の頭がまとめてくれてるからなんとかなりそうだが、頭の頭でどうけじめつける気だ。なんといっても桐生は頭のお気に入りだったんだからな。頭のお気に入りといえば錦山はどうしてるんですか。さあ見てねえが、奴がどうかしたか。いや、せめて捕まったのがあいつだったら話もこんなにこじれねえで済んだのにって思いまして。ちげえね。今からでも茶か持たせて出頭させるか。だから現行犯だっつってんだろうが、ボケ。クソの役にも立たねえな。あいつ何のために組にいるんだ。嘘でしょ。嘘って言ってよ。だって錦山くん言ったじゃない。大丈夫、俺が由美を助けに行くから心配するなって。それなのにどうしてこんなことになっちゃったの。ねえ、錦山くん助けてあげられなかったの。何もできなかったの。どういう意味だ。え、俺が役立たずだって言いたいのか。いや、そんなつ…お前までそんなこと言うのか。食事始め。囚人番号1240。手紙だ。え、この10年で初めてだな。お前も明日で仮釈放だ。待ってる人間がいるってことか。おやすさ。
で、三代目、今日は一体何の緊急幹部会で？やつから緊急の議題があるそうだ。お前が？おい、てめえの裁量で幹部会とはどういう了見だ、錦山。直系組長の皆さんがいるこの場で三代目に伺います。東都銀行の貸金庫にあった組の金100億盗まれたってのは本当ですか？100億言うたらお前会長を初耳です。いやがましょ。おい、今のが下手な作り話やったら縁故やすまん話やで。三代目、その情報どこからだ？関西五代目近江連合の寺田です。この件はしっかり裏取って話すつもりだった。ほんなら100億は？ああ。ふざけんな！東条会25,000、死に物狂いでかき集めた金や。100億言うたらどんだけの血流れてるか分かったんだか、おら！島野、てめえ誰に向かって口聞いてんだ？この件は東条会本部預かりにさせてもらう。今日はご苦労だった。おい待てや！そんなんで納得いくか？会長、三代目、会長。10年、お前のいない10年で東条会はすっかり変わった。お前を迎えに行くこともできん。錦山のこと、由美のこと、お前と会って話したいことが山ほどある。伝えなければならないことも。スターダストという店がある。その店のオーナーをしている和樹という男に会ってくれ。話は通しておく。風間慎太郎。おう、ちょっと待て。ん？おう、やっぱりキリュウちゃんやったんか。真島の兄さん、ご無沙汰してます。この度出所してまいりました。お前がそろそろ出てくるらしいと聞いてな、こうしてここで張っとってんや。やっぱり俺の勘に狂いはなかったわ。どうして俺を？なーにアホなこと抜かしとんねん。約束したやないか、お前を四六時中見張るってな。 そういえばそんなこともありましたね。それやというのに、お前と来たら殺しなんぞで10年も無所に入るよって。
しゃあないから俺もお前を追って無所に入ったのかと思ったくらい。まあええわ。ほな早速俺と喧嘩しようか。そう来るんじゃねえかと思ってましたが、悪いが兄さんとここで喧嘩をする理由がない。筋の通らない喧嘩はしないと前にも言ったはずです。理由ならある。何？昔のお前やったらさっきみたいに簡単に背後を取られることもなかったはずや。もし俺がその気やったらお前は死んでたで。ご忠告痛み入るが、それがあんたと喧嘩する理由とどうつながるんだ。今のカムロ町はそんくらい危険ちゅうことや。平和ボケしたアホンがのんきにぶらつく場所やない。せやから今のお前にこのカムロ町に足を踏み入れる資格があるかどうか俺が試したる言うとんねん。俺がその平和ボケしたアホだと？もうそれちゃうちゅんやったらガタガタ言うとらんで力で証明してみせろや。いいだろう。ならばその挑戦受けて立つ。思うように動かない。これで分かったやろ。自分がこの10年でどんだけ鈍ってしもうたか。馬力もないテクニックもない、どこにでもおる勤め明けのしがないチンピラ。それが今のお前や。そないな弱さで生き残れるほど今のカムロ町はあまないで。くそせやけど変わっとらんもんが一つだけある。その目や。何？お前の目はまだ光を失うとらん。お前は必ず昔のように、いや昔以上にごっつい男になれる器や。兄さん。ええか、お前がこの街を歩く限り俺はいつでもどこでもお前を見張っとる。
突然喧嘩売られて死にたなかったら死ぬ気で昔のお前を堂島の竜を取り戻してみるや。分かった、俺もこのままじゃ終われねえ。あんたを踏み台にして必ず這い上がってみせよう。ほな期待しとるで、キリュウちゃん。いらっしゃいませ。Ha ha ha.